最後の章の正体、教えてくれぬか。ド直球。なんか不動とか、五射星はね、剣を過小評価してるね。星が、五射星がまたラオウのもとに。だが、果たして、これ以上の血を流してよいものか。気弱になりなさるな。海の役様はこの乱世になくてはならない星、そのためにケンシロウが必要なのです。御社の男たちも喜んでその血をかけましょう。御社の星よ。漫画だとね、声出ないから性別も分かんなかったんだよね。タバの署ね。父さん、兄ちゃん。走れ走れ。もう逃げられんのか。あれ、なの。からもち。大丈夫か。お願い助けて。兄さんと不動の父さんが。お前は不動。お兄ちゃん、タンジとジロがヒルカって男にさらわれてリュウさんの中へ。それを助けるために父さんもリュウさんに。子供たち集めて、みんな不動のこと父さんって呼んでんだよね。タンジ、ジロー、父さんが必ず助けてやるからな。うん。山の不動、それが貴様の最大の弱点だ。いかに一気に光線の力を持っていようと。誰だっけ。情によってその力を失う。すまぬ将よ。でかい。俺はこれまでかもしれん。背立つんじゃない？でかいから。不動。ケンシロウさん。来てくれた。なぜ戻りなさった？あの男がケンシロウか。あんたは自分の未来を、我が将の未来を。前誰だっけ？助けたんだ。あ、体力がない。さっさとかかってこい。ほざいたな。剣を配下最強の我が剣、受けてみろ。ちょっと待って、体力ないから。私、剣王軍ってろくなやついないな。もうちょっと取り締まらなきゃね。ラオウはなんだかんだ言っていいやつなんだからさ。あー、いた。この威張ってるやつよりよっぽど丸いやつが、あー、ダメだ、ダメだ。この腹立つはこいつ。危ない、ちょっと引っかかってんだな。あー、ちょっと待ってくれ。弱いな、やっぱあいつ。この槍が怖いんだよ。あ、ちょっと、なんか出してきた。あ、無限だ。こいつだけやろう。名前名乗ってたよな、こいつ。名乗ってなかった、
うわー、ちょっとザコにやられそう。ザコにやられた、ザコにやられた。誰か叫んで。もはやこれまで。距離取ってこ。やっぱザコだよ、マジで。ほらー、いけー。でも、意外と体力あるみたいな、これ。うん、さっきと違ったもんな。ちょっと待って。ねえ、ちょっと。そこで、少し頭を冷やすがいい。少しかな。こうして心を失ってまでこの世に何を望む。ケンシロウさん、この人は我々の想像よりはるかに強く、そして温かい。最後の章の正体を教えてくれぬか。はい、ならば申し上げましょう。今日まで我が章の正体を隠していたのは、剣王の耳に入るのを防ぐため。ラオウ、正体を知れば狂気して舞い走りましょう。我が章は女性にございます。女、うん、さよう。南東政権最後の章はあなたが愛したユリア様でございます。ユリア、なんと。ユリアが生きていた。流行る気持ちに任せ、ケンシロウは巨城を目指す。それ走るわ。するのだった。バレましたね、ラオウにも。ここにユリアが。おお、来た。ラオウ、ケンシロウ、将の正体読めた。あ、やっぱジューザーもう倒した後なんだね。剣王にふさわしい女、ユリアの他にない。ケンシロウ様、私はこの城に仕える者。早くこちらに。くだらぬことを。さすがだな、ラオ。海の利白。海の利白か。ヨガヨなら万の兵を操る天才軍師。この部屋がさっきで凍りついておるわ。もはやここまでだ。この地でユリア様の匂いと共に果てるがいい。この部屋がお前の棺桶となる。稼ぎの余裕は与えぬ。すぐに片付けてやるわ。もうちょっとすごい仕掛け用意しとけば、あのラオウ倒せますよ。しばしこの部屋でお待ちを。ラオウの元に案内していたのではないのか。何を申されます。ここでユリア様と落ち合うことになっております。何、聞こえませんか。ほら、ユリア様の足音が。心配いりませぬ。ラオウはリハク様が命と策をかけて
止めております。そんなこと言ったら今ユリアと会うことはできん、ユリアだ申し訳ありません。どうしても引き止めることができませんでした。わかりました、私はここで待ちましょう。なんかすごいな。待ち続けるのが私の宿命、そしてケントの約束。ラオウとの戦いを終えて帰ってくるまで待ちましょう。すごい、骨盤がしっかりしてる。露出多めのユリアタン。あ、さあ、李白、あの世に行くがよい。これまでか。ラオウ、そこまでだ。ケンシロウ、狂える望郷勢、死すべき時は来た。哀れな、ついにユリアを諦めた。ケンシロウ様、なぜユリア様と逃げなさらん。バカめ、あなたの力ではまだラオウは。ケンシロウだけ、ユリアはこのラオウがもらってやるわ。みんなケンシロウ甘く見てるな。ケンシロウじゃ力不足だと痛いんだね。ケンシロウ様がこれほどとは、この李白の目をもってしても読めなかった。立てイラオ、天に帰る時が来たんだ。油断したわ。ケンシロウ、貴様がこの天の覇者、剣王の前で赤子同然であるということを教えてやるわ。お、やるか。貴様がこの天の覇者、剣王の前で赤子同然であるということを教えてやるわ。2回言ったしあ、これは無数技使ってくるから、後ろ向いてる時は攻撃しちゃダメ。あ、やっぱケンシロウの技は使いやすいよ。うらわかんないよこれ。よいしょ、裏剣最強だな。しかし、あ、やべ、歩み止めない方がいいな。あ、あと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 あ、やめやめやめ、後ろ後ろ、よっしゃ、カウンター絶対入る。これ絶対入るね。あと本当は間違いいいと思うんだよね、これ。待って待って、裏剣だと絶対入る気がするんだよ。でも相手攻めていきましょう。よし、難しいよこれ。うわ、一回も決まんねえこれ。裏剣に強し。あ、当たった。だよね、後ろ向いた時は足速い。今の面白かった。もう一回後ろ向いてくれんかな、さっきの言いたかった。わかるね。くらえ、くらえか。攻めたいな、ちょっと。決まったな。多分逃げる。なるほど、わかった。ちょっと今のわかったぞ。あとはうまく打てるかどうかの問題だよね。
よし、いた。難しいな、やっぱり。なぜだ。奴の肉体はすでに二度は砕けているはず。なのに、奴は実体を空に消し去ったというのか。無双天才。そうだよ。シフリューティーは死ぬ間際に語った悲しみを背負った人間のみに対応できる。ケンシロウ、貴様はその悲しみを背負い北斗最強の男となったというのか。もう一回やるな。バカだな。ラオが震えている。ラオ、それが恐怖というのだ。認めぬ。ましてや俺は北斗の中継で、俺に交代はない。無双天才などビビッくないてやるわ。北斗神拳究極奥義、無双転生をまとった今、お前の剣で俺を捕らえることはできん。そうだね。無双転生など物の数ではないわ。ラウンド2ファイ。後ろ向いてるわ。あいつには手を出してね。ちょっと無双転生をまとってるからな。でもエフェクトでは出ないんだ。無双転生のエフェクトとかないんだ。北斗無双ではあったけどな。北斗無双だったっけ。なんかあったよね。あれ、ちょっと無双転生ぞ。これ無双転生ぞ。ダメだ、無双転生の効果が感じられない。なんかストーリー上にはあるだけだ。無双転生、無双転生はまとうもんだからね。せめてもうちょっと削らんと同じかどうか分かんないしな。ちょっと離れていこう。この相手ラオウだし。あ、ダメダメダメ、これ触れないよ。くらえ。これどうしても分かんない。メモらないと無理だぞこれ。ダメ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 、近づかないよ。また来た。ちょっとやってみる。ダメだな。まだまだかい。今のラオまだ無双転生使えないから。まさきゲージ溜まってるよ。いいね。あ、なんか結構うまくいくかな。うわあ、ちょっと違う違う違う、そっちだね。キャンセルできないんだよねこれ。いった、一緒だった。ラウンド2だね。リハック。おのれ、リハック。下にはユリアがいた。ユリア。
運は我にあり。よふった。やはり天はこのラオウを望んでいるのだ。お持ち帰り。あれ言われて、無理無理無理、うん、大丈夫よ、仕方なし。ケンシロウ様、リハク様。あ、ケンシロウ様、早くリハクの手当てをして。すまん、ケンシロウ様、あなたの力を読めなかったばかりの余計なこと。結構読めないよね、リハク。おそらくこれで次が最終章になるんじゃないかな。うん。一応ケンシロウを恐れてラオウ逃げたわけだからね。さて、第7章、なんと最後の章、完。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。北斗の掟は、俺が守る。